木村文則、木村文則、木村文和、本名、木村文和、読みは、同じ、1988年9月13日隊は、東京都大田区出身のプロ野球選手、外野手。右投げ右打ち。埼玉西武ライオンズ所属。プロ入り時は投手だったが、2012年シーズン途中で、外野手に転校した。大田区立梅田小学時代はソフトボールを始める。 瞬速強健、強打としてエース投手であり、打順は主に一番を打っていた。打率も7割を超えるなど非凡な才能を発揮していた。埼玉栄高校では、1年時は主に外野手として出場し、2年次からエースとして活躍。2005年夏の埼玉県大会では、決勝戦まで進出したが、 斉藤翔吾らを擁する春日部競泳を相手に3点リードで、迎えた9回表に西万塁2ストライクから4番、岡健二郎に、走者一層の3点敵地3塁を打たれ、同点とされると、続く5番、伊手谷大輔には、敵地に塁打を打たれ、勝ち越しを許す。9回裏に、埼玉栄はチャンスを作るものの無得点に終わり、敗退、甲子園出場はならなかった。三年生児は、 埼玉県大会における優勝候補と評されながらも3回戦で私立川越高校に敗れ姿を消した。浦和学院、春日部共栄という埼玉に今強の画像を崩せず、甲子園出場経験はなかった。また、高校では2学年先輩に山崎のりはる、同級生に高橋桃子、長田俊樹、増田志フ、セルフィオアリエルエスクデロ、梶原聡志、 上皇龍高行、上田拓馬、二学年後輩に、白崎博之がいた。高校生時に、最速時速148キロメートルの速球を持つ、本格派右腕投手であるとともに、通算33本塁打の長打力を兼ね備えた。ことから打者としてもプロから評価され、埼玉県下のライバル投手と評された和志宮高校の、増渕隆儀とともに2006年の、 高校生ドラフトにおける目玉選手として注目された。高校生ドラフト会議において、増ス流儀を1位指名したもののヤクルトスワローズとの競合の結果抽選で外したセーブライオンズから、外れ1位として指名され、入団。背番号は41を与えられ、同じ背番号をつけた渡辺久信2世として期待された。 は、8月31日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦において、中継ぎ投手として1軍初登板を果たしたが、6回、10安打4四97四失点、自責点4と打ち込まれ、一軍登板は、この1試合のみに終わった。2軍においては、同年の優秀選手賞を受賞。オフには、ハワイウィンターリーグへの派遣選手に選出された。 ワニ軍では先発ローテーションを守り、イースタンリーグ最多の111イニングを投げて、経験を積んだ。しかし、防御率5.34、6勝9敗、68死球、リーグワーストの10死球と結果を残せず1出場はなかった。オフに2年連続で、ハワイウィンターリーグへ派遣された。は監督の渡辺久信から、先発ローテーション入りを期待され、 3月2日に行われたワールドベースボールクラシック強化試合対韓国戦において先発投手として起用されたが4回7安打3失点と結果を残せなかった開幕後も一軍初先発を経験するなど積極的に起用されたものの27.1イニングで37被安打を喫し防御率は9点近い数字となり一軍に定着するに張らなかった 同年オフに登録名を木村文則に変更。和3月の2軍戦登板時に右肘を疲労骨折し、手術を行って以降はリハビリに終始した。和ニ軍戦で開幕から校長を維持し1軍昇格が検討されたものの、同時期に交通事故、追突事故に相無打ち症を発症したことから昇格は見送られた。 その後一軍中継投手陣の不調に伴って7月8日に一軍へ昇格した後、投手コーチの小野和義から、奏者の有無にかかわらず常にクイック気味に、セットポジションから投球するよう指導を受け、課題とされた、請求力が向上。7月31日に、プロ初勝利を記録するなど、自己最多の21試合に登板した。同年オフには、 オーストラリアビエルのメルボル運営シズに派遣され、1試合の先発当板を含む14試合の当板で1勝、0敗、防御率5.32、ホイップ1.50の成績を残した。は4月16日に1軍登録され、中継ぎとして8試合に当板したが、5月23日に2軍へ降格すると、その後1軍での当板機会はなかった。また、 開幕直前に発症した腰痛の影響によって本来の投球ができなくなったこともあり、9月5日の二軍戦闘番を最後に9月11日付で外野手へコンバートされることが球団より発表された。同年オフには背番号が41から51へ変更された。は、野手転候ごまもないながら一軍春季キャンプメンバーに抜擢された。開幕は軍で迎え、 5月16日の日本ハムとの二軍戦、ファイターズスタジアムにおいては、大谷翔平から日本の場外ルイダを放った。5月20日には、左肩脱球により、戦線を離脱した坂田亮に代わって、野手として初めて一軍登録され、5月23日の対、広島二回戦において、プロ初打席初安打を左翼フェンス直撃の二打で記録した。 5月28日の対横浜 DNA ベイスターズ1回戦において、1対1の同点で迎えた8回表に、菊池武士製の代打で起用されると、三浦大介から左越えに勝ち越し本塁打を放ち、1軍通算3打席目でプロ初本塁打、初打点を記録した。同シーズンの最終成績は11試合の出場で、打率、214、14打数3安打であったが、 3安打の内訳は、本類打、3塁打、2塁だが、各1本ずついずれも、長打で記録した。のシーズン開幕前、監督の岩原春樹から熊城正人や斉藤翔吾と、共に2番、右翼手の候補として、名を挙げられるが、5番、左翼手として、自身初となる開幕スタメン入りを果たす。6月4日の対 DNA 戦で、三浦大介から、決勝点となる。 ホームランを放った。三浦から決勝ホームランを打ったのは2年連続である。外野手のほか、一類手としての先発出場もあった。前年から出場試合数を激増させ2桁本塁打をマーク、チーム内成績でも本塁打数は4位、盗塁数が2位を記録する一方、失策数では2位、三振数では3位を記録、特に三振はリーグ全体でも7番目に多かった。 もう前年に引き続いて、開幕を一軍で迎え、7番、右翼手として開幕スタメンに名を連ねた。しかし、打撃不振が続き、7月には、出場機会を喪失した。は28試合の出場に止まり、本塁打もゼロに終わった。は、前年に、右翼手のレギュラーだった、金子雄志が、開幕前から離脱した影響もあって、7番、 右翼手として2年ぶりに開幕戦出場を果たした。7月1日の楽天戦で自身初のサヨナラホームランを記録した。75試合の出場に止まり、打率263本塁打12打点、得点圏打率292だった。は、右翼手のレギュラーとして定着し、130試合に出場したが441打席と規定打席までに、 打席届かなかった。高校通算33本塁打を記録した、長打力と50メートル走で5秒6を計測する、瞬速を兼ね備え、高い身体能力を武器とする。木村と同じくプロ入り後に、投手から野手へ転向した、走行手三拍子揃った選手ある、糸井雄を目標に掲げ、糸井の打撃や守備を動画で閲覧し研究しているという、投手であった当時、 同級生の田中正宏や増口隆儀が開幕から一軍で起用され新聞市場を賑わせる活躍をしているのを見て焦りから調子を崩して二軍戦において連日失点を喫しし一プス状態に陥ったことがあるという野手への転校後は宮地勝彦や島厚信らプロ入り後に野手へ転校した経歴を持つコーチ、選手にアドバイスを求め バットを振り込むことの重要性を解かれて1日1700スイングのノルマを自らに課し、手の皮は入浴が困難になるほど向け、体重が当主であった当時と比較して 10kg、減少するほどの猛練習を積んだ。自身のテーマカラーは赤とし、自身のコラボグッズでも赤を基調としたグッズとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。